ティンカップチャリスはアメリカ合衆国で生産された競争馬である。2008年に史上初の OTB ビッグアップル三冠制覇を達成し、同年のニューヨーク州三馬最優秀3歳イボバとなった。例歳時の2005年10月にニューヨーク生産者団体主催のサラトガ混合セリーチへ上場されたが2000ドルの評価に止まり、 結局生産者であるマイケル・レセッシーの周取りとなった。場名は、ジミー・バフェットのアルバム、ビフォー・ザ・ビーチ・コンピレーション・オブ・ダウン・ツー・アース・ハイ・カンバー・ランド・ジュビリーに収録されている曲の、チン・カップ・チャリスが、由来となっている。10月に競争場デビュー戦を迎え、2着場に15バッシン、1、4差をつける圧勝で、初勝利を挙げた。11月には、 フィンガーレックスジュベナイルステークスを制して2002で2歳を終えた。3歳児は5月に条件戦を2連勝し、6月の OTB ビッグアップル三冠競争第1戦目のマイクリーステークスを制した。その後7月に第2戦目のニューヨークダービーと8月に第3戦目のアルバニーステークスを制し、史上初の OTB ビッグアップル三冠制覇を 達成した。1998年より3冠達成場には25万ドルのボーナス賞金が支払われることになっており、東馬が初の対象場となった。9月には、ステップナイスリーステークスに出走したが、首差で敗れて、デビュー戦以来の連勝が7で止まったものの、10月に重賞競争初挑戦となったインディアナダービーに出走し、 当年のルイジアナダービーバのパイロに市場審査をつけて、重傷競争初勝利を挙げた。その後は、招待を受けていたジャパンカップダートへの招待を受諾し、11月20日に単独で来日した。来日後は、競馬学校で検疫を受け、11月26日に、阪神競馬場へ移動し、そして迎えた12月7日のジャパンカップダート、本番では、 同日行われる第22回ワールドスーパージョッキーズシリーズ出場のために来日していたエドガー・プラードが初起乗し出走する外国馬の中で最高の5番人気に支持されたが13着という結果に終わった4歳となった2009年はレース出走に向けてフィンガーレックス競馬場で調整されていたが4月17日の調教中に 立派なシウマした束と正面衝突し、その際に脊髄を損傷したことによりその後安楽死の処置が取られた。筋量はキログラム、距離はメートルに換算。ありがとうございます。